去った日曜日、第9回読谷村山芋スーブチャンピオン大会が行われました。今回の出展は赤山芋の部91点、白山芋の部34点、合計125点が出品されました。当日、会場内では深志山芋や渡慶支持司会の山芋カレーなどが販売されました。コロナにも負けないで、今さっきも会長の方からお話ありましたが、最高齢者の91歳、2歳の方々が頑張って、5名の中に入っていることをお互いみんなで称え合いましょう。大きな拍手お願いします。赤山芋の部1位、渡慶支安田圭蔵さん、254.4。白山の方に移ります。1位義母の千葉なたつきさん、218.1。この人が今回大会記録になります。更新します。29キロの更新でございます。団体賞をですね、1位が渡慶支の 941.3、 これが大会記録を瀬名が持っていました。総重量で 8.3 キロを更新しています。このコロナ禍の中でレベルを20キロ上げてもまだ新記録が続々出るということで、渡慶支の団体賞、そして安田圭蔵さん、誠におめでとうございます。それに続くですね、各自治会も大変素晴らしいものがございました。85歳以上の方がこんなにやっているというのもですね、通常だと何とかの大会というと、年代でハンディキャップをつけるとかというのがあるんですけど、もう山芋スープに限ってはですね、全く、ハンディがいらないですね。それとレディースの部を考えようと思ったんですけど、こんなにたくさんのですね、皆さんが出ていただいて、来年はレディースの部も考えたらいいんじゃないかと思いました。まずは優勝してのお気持ちをお聞かせください。予測もしなかったが、まぐれで優勝してびっくりしている。今回、今年1年、さまざまな大変な時期だったと思いますが、今年1年、この今回の大会に向けてどういった思いがあるかお聞かせください。コロナの関係でよ、やるかやらんか、別の人はそんじゃもう中止したんだよな。だから僕としてはせっかく1か年がかりでみんな頑張ってきたのに、やりたいなという思いがあって、みんなと協議して決めたわけだが、外だから風通しあるしね、みんなからそのつもりで防御をすれば大丈夫だろうと思って開催した。10回大会に向けての何か目標とか意気込みとかありましたら、ぜひお聞かせください。これはよ、あれなの、これを通して各地域で先輩後輩、目的が一つだから、気軽にこうしてお友達とお話し合いができるという、そこらに大きな意義があるんじゃないかなと思うんですよね。だから聞いておると、若い連中も各部の地域において、増え始めているから、食べる楽しみというよりも、ただ作ってその経過が楽しいんだよな。来年に向けてまたぜひ連覇目指して頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、ご覧いただきました。この他にもジャンボ賞赤山芋の部は、瀬那覇の新垣さんのお芋が 40.6 キロで、なんと大会記録を更新しています。そして白山芋の部では、比謝に住む稲福さんのお芋、そしてチュラカーギー賞では、義麻の中曽根さん、そして渡慶支の新垣さんのお芋が受賞しています。おめでとうございます。この大会、85歳以上の方が8名、そして92歳の方が最年長ということで、生きがい作りにも付与していますね。育てる楽しさがあるということで、今年は去年よりも出品数は少なく、でも総重量がとても多いという、生産者の皆さんの努力が実った大会となりました。